はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルールは緑がいっぱいというわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、前々から使いたかったパーティーを使っていくんですけども、こちらというわけで、まあつなりボクソブッパパーティーなんですが、3枠目の友情技、こちらザンザスですね。まあ密かにゲットしていたんですけども、この友情技、まあ指定の絆イベントのリサリサ先生が初めてで、今現在3属性が揃ったんですけども、赤属性が登場したんですよ、この一旦バチバフで。赤属性にはみんな大好きサボがいるんですよ、 588%。 このサボとザンザスの組み合わせ、もうね、使わなくても分かるぐらい計り知れん火力出るんじゃないかなと思うんで、今回やっていくんですけども、1枠目炭治郎義勇さんにてバフしていきまして、2枠目つなり棒でロジャーで守りながら必殺ゼロ個割り、ほんでもってサボで全部割っていく。まあ、そこで勝負つながらなくても上座でもくれていく。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、このパーティー今何回か、使ってみたんですけども、まあご想像通りえんぐいんですよね。まあ使っていこうかなと思うんですが、ここに関しては先に友情全発していきまして、つながったん偉すぎるな、ぶち割っていきまして、と友情たまらんか、なるほど、ここレジェンドたまってほしかったんですけども、まあいいんじゃないかなと思われる。んで相手さん爆弾パーティーか。最近爆弾よりもやはりあの友情技のクソぶっぱ使う方が多くなりましたね。なんかね、この爆弾の性能が昔って思わせるぐらい今この友情技かなりホットですよね。んーでもってここに関しては必殺が1個埋めないというね、クソムーブオッツなんですけども、これなんかワンチャンいろいろなって、あらさ、ごちゃついただけ。じゃあこれは1個割りなんで、まあレジェンド発動していきまして、上で割りましょうかね。こんな感じで、1つだけ割っていってどっちにしろっていうムーブです。ほんでもって相手さん、まあここでクソ割りするパターンですよね。まあここは弱点属性取っているし、ダメージは全然入んないんじゃないかなと思います。 1,2,3,4,5,6 個割り、ピタゴラスイッチ決まったな相手さん。いやー、弱点でガード張ってその火力入んの、いや、さっきの言葉は前言撤回ですね。うずいさん、まだまだ火力出るわ。さすがと言わんばかりなんですけども。ここに関しては、肉とザンザス。発動していきまして、これ、レジェンド溜まりまっか？ワンチャン溜まんないんですけども、溜まるか。よかった。これで、ラスト吸っていきまして、ほいと、必殺7個お姉さんムーブですね。これ弱体化付与ってるんで、まあかなりダメージ出るんじゃないかなと思う。相手さんこれ 23% ガード張っているんですが、もうこの友情技んでサボについてしまったんで、この度もう秘宝なんですけども、これはこんな火力ぶっぱ止めれるはずがないんですよね、ガードなんざで。今ザガードなんかもう神も同然なんですけども、はい、キモ火力130万入るっていうね、やばすぎるわ。まあ今日はこんな感じで頑張っていくんですけども、やはりまあ今の環境、弱体化をまあ対策してる人が全くいないんですよね。そこも相まって、やっぱり友情の肉がガン刺さってる。あの肉の刺さりっぷりたら気持ちいいもんがあるんですけども、まあここ友情発動していきまして、さっきね、必殺1個しか埋めなかったんで、まあ今回はその盤面事故なくしていきたいなという状況なんですけど、まあ気になるところといえば、
つなりぼが赤で、サボも赤なんですよ。で、ほんまは、つなりぼんところに風を積んで、赤を盤面から排除して、つなりぼで必殺生みやすくするんですけども、まあ、この度ね、3枠目にいらっしゃるんでね、サボさんが。なので、ここで、赤破壊してしまったら盤面事故ることが多々あるんですよね。だから、そこをちょっとなくしているんですが、まあ、今回は、うまくいきましたね。オッケー。これでレジェンド溜まりますかね。オッケー、溜まった。レジェンド発動して、まあ、どうせ、溜まると思うんですけども、一応、ロジャーの、この、レジェンドアップ、もう恩恵受けるようにして、まあでも、盤面割ったら大体は、これ溜まるんでね、あんまりロジャーの 30% は考える必要はないんですけども、そんでここ弱点か。なるほど。ちょっと辛いですね、これは。そんで相手さんのレジェンドが百鬼夜行じゃない。もうこれ確認できた時点で、もうほぼ勝ち確、勝ちにぐっと近づいたんじゃないかなと思うんですけども。いやー、ダメージ入るな、さすがですな。ほんでもってジョーザーでしょ。ジョーザーに関しては攻撃タイプにキラーが入る。サボはバランスタイプなんで、ここ、キラーは出ません。んで、僕のザンザス無凸なんですよ。無凸なのにもかかわらず、アホみたいな火力が、出ているんですけども、もう一発レジェンド発動していきまして、バフの数値見ましょうかね。サボのバフ 362% の、まあ、必殺ダメくっすほどですね。2枠目でバフ回確かされてなかったやんな。もうあかんよ。あー、レジェンドじゃなくて友情で弱体化を対策してるパターンか。なるほど。まあただしかし弱点属性で止まるほどサボはぬるくないんでね、ザンザス無凸といえど火力出るんがサボ数ですごいっていうことを、まあ、お見せしていこうかなと思うんですが、まあかなり入りましたけども、いかほどサボくっそ強いんですよね。ありがとうございます。ギリギリやったわ。やはり2枠有利取られたらちょっとダメージレース的に厳しいもんがあったんじゃないかなとは思いましたけども、まあでも、勝ちましたね。ありがとうございます。というわけで、ちょっと一発、本番挟んでみようかなと思います。ちょっとね、順位上に上げて上の順位でもどうかっていうのは見たいので、まあ頑張っていく。だいたい僕の決闘の動画って20分ぐらいなんですよ。長くて22分ぐらいなんですけども、このね、3枠ぶっぱの時の動画って、だいたい、まあ、20いかないんですよね。15分ぐらいで終わってしまうことが多いんで、まあ、そういうことも考えて、今日はもう、ポン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 、相手のことなぎ倒していく、そんな20分にしようかなと思います。お付き合いのほどお願いします。というわけで、ゾロアスタか。アスタとかいうカモが来たぞ。まあ、そうなんですよね。今、3枠目にアスタが多い。やっぱり4周年アスタクソ強いんで、使い勝手が良すぎるんで、まあ、そこを組んでる人が多いんで、3枠目の赤がね、結構刺さることがあるんですよね。これ一気に割っちゃって大丈夫かな？いや、ちょっと怖いんで、先に下で、黄色割っていきまして、そんでもって、これロジャー先に発動しましょうか。うわ、めっちゃ密集してる。そんなですか。カナオさん先発動して、なるほど、これは下発動じゃなくて上でいいかな。別にオッケー、素晴らしい。ほんでもって、ラストミスターで蓋していきまして、ゾロこれダメージどんだけ入る。おー、ゾロもまだまだ健在ですね。最近あんまり使われてないけども。さあ、バフ回、3つされました。で、今回高校取っているんで、吸収される前に殴ることができるんですけども、まあこのバフ回されたされた状態でいくら出るかですね。
百鬼夜行発動されたか。あんまり百鬼夜行積んでる人いいひんかなと思ったけど、やっぱりいますね。レジェンド発動してザンザスとかいう、こういうね、友情技はレジェゲージアップ持ってるんで忘れがちなんですけども、まあでもこの盤面割ったらもうレジェンド溜まることは確定しているんですけども、まあたまにね、首の皮1枚繋がらずに溜まらないっていうことは、まあちょっとの確率であるんで、まあそういうね、可能性を、まあ1でも潰すようなムーブしていこうかなと思うんですけども、今回バフ3つ解除されたとて、まあ属性の暴力なんでいったんじゃないかなと思います。つえーバフ回3つされてこの火力ってやっぱ頭おかしいわ。やはりサボがこの友情技持っちゃいかんよね。もうね、リサリサ先生の時点で分かってたんですよ。この友情技赤属性で来てサボと組み合わせたらもうやばすぎるなって想像通りになりましたね。さあよろしくお願いしますというわけで、ロジャーからの細めというわけで、まあいいんじゃないかなと思うんですけども、お、レジェンドがこれめっちゃめっちゃ絶好調な溜まり方しているね。これはワンチャンめちゃめちゃ発動できそうな気がするんですけども、1枠目でこれレジェンド溜まってたら嬉しかったな。そんでなんじゃそのムーブは。なんか、この友情技昨日も見たような気がすんねんけど、おっと1枠目3つ割りは意味わからんな。これ上書きすんなよ頼むから。上書きしたら発狂もんなんですけども、はい、よかった、僕の喉は守られていったというわけで、まあ割っていきまして、この先にカノオさん発動して、まあミスタも発動しましょうかね。オッケー、素晴らしい、繋がった。盤面に青が一つしかないぞ、これちょっと怖いな。振ってこい。うん、3つか。うん、なんか上書きされそうで怖いんですけども、相手さん友情技はめちゃ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 ワンな、よくわかんないんですが、まあこんな対面ともなれば、これちょっと待って、レジェンド溜まるか。レジェンド溜まるなあ、これ溜まるわ。溜まんのかい溜まんのかい。まあバフ回避一つされてのサボの火力ですね。まあ見ていこうかなと思うんですけども、相手さんの HP 危な、相手さんの HP 満タンで、こっちクソ火力まあ出せるんですけども、ちょっと着地が悪うございますな。なんちゅう着地やこれ。まあしゃあないんですけども、 OK よいしょ。バフ積んでいきましてのムーブ。まあ、ここのロジャーで必殺4つ割りもしされたとしても、まあ、1手100万ちょいなんですよね。サボがこっから、100万オーバー叩き出すこと容易ですわ。いくら、弱体化効かずして。さすがにこっから、出す火力は計り知れんのじゃないかなと思うんですけども、そんで今回等倍、まあさっきは弱点属性やから出たっていうのもあるんですけども、まあ今回はバフ回避一つの等倍なんで、まあ安心して見れるんじゃないかなと思います。あ、ロジャー全然入んない。そんでもってサボさん、あ、強いわ。頭おかしいやろ頭がおかしい。僕ね、今年爆弾を超える衝撃性能登場しないと思ってたんですよ。登場しましたね。しかも個人的にこっちの方がかなりロマンがあって面白いですね。今も爆弾パイよりこっち使ってるっていう人の方が多いんじゃないですか。もう解除されても全然勝てるからな。ただ今回、解除に当たってしまったんですが、ボルトからの4周年アスタでしょ。まあ定番のテンプレ耐久パーティーですね。この対面になったら、どこまで通用するか。
これはぜひとも見てみたいもんなんですけども、割っていきましてと、OK、まあ、2枠目のムーブは安定でできるんじゃないかなと思うんですが、おー耐久パじゃないと。なるほど、よくわかんないですな。まあ一応バフ回は積んでるもののやな。はいと。ほんでレジェンド定番の約束でしょ。これは弱体化が刺さっていきそうなうまい匂いしかしないんですけども、まあこれは、一応レジェンド発動はしんとこうかな。ここでレジェンド発動してしまった場合、もし、3枠目で勝負決めきらなかったら、ここで発動したレジェンドの、バフは切れるんですよね、4枠目で。まあなので一応負け筋なくすためにここは、まあロジャーの、30% レジェンドアップ、まあもったいないっちゃもったいないんですが、どうせ溜まるんでっていうムーブ。そんでバフ回と。なるほど、バフ回3つか今回。ただ相手さん弱体化の用意しないと。まあそりゃそうやね通常ここで弱体不要、あの帽子とかつまんもん、ベジット。普通の耐久パーティーここで17万回復とバフ回2つやからね。まあ積むとしてもロジャーなんでね、ベジットなんかそうそう積まないんでね、そりゃ弱体化刺さるわな。ほんでもって、レジェンド発動していきまして、今回ちょっとレジェンドもう一発発動できるか不安なんですけども、これは不安ですね。12個でこの割り方、これは厳しそう。多分これたまらんな。なるほど、たまんなかったというクソムーブ。これはロジャーの恩恵受けた方が良かったというわけで、ダメージ以下ほどなんですけども、まあ弱体化入ってるんで余裕でしょ。いいあ、12行こう。これは弱体化に助けられたわ。さあというわけでラスト1回やっていこうかなと思うんですけども、なんだかんだもうさっきから本番ばっかりやってるんですが、まあ余裕で勝てますね。さあよろしくお願いします。というわけで人間国宝がいらっしゃったと。まあぜひとも芝居ていこうかなと思うんですけども、スナリボロジャーか。対面が珍しいな。どういうパーティーや相手さん。耐久パかな。耐久パやったらちょっと厄介な匂いしかしないんですが、大丈夫でしょうかっていうお話。そんで盤面に赤が全くないんで、これ怖いんですけども、多分友情でバフ回3つとか積んでるパターンちゃうかな、ロジャーがいるっていうことは。メインでロジャー積むっていうね、なかなかなチャレンジャーですね。だいたいつなりぼ持ってる人ってロジャー友情で積んでるんですけども、そんで今回はさっきのこともあるんで、もう黙ってねレジェンド発動していきまして、そんでもってここはそうですね、21個でこの割り方。これロジャー発動して、なるほど、んで 1,2,3,4,5,6,7、ジャスト潰れる。ズン下がってホイ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 。なるほど、これワンチャン狙って上から振ってくんのを待つか、もこのまま割るか。割りましょうかね、うん、割りましょう。レジェンド止まった。レジェンドここで2回発動できんのチョベスムーブですね。というかめったにないわ勝ち確定きました。はい、これは確定演出来たんじゃないかなと思う。そんで相手さんバフ回1つと。バフ回1つは止まらん。そんでロジャーでもバフ回1つ積んでるっていう、パターンですかね。はいと。まあ割られていきまして、相手さんもレジェンド2回発動したかな、これ。まあされていきまして、これぶっぱされへんやな、さすがに5個割り、まあダメージいくほどというわけで、危ないめちゃめちゃ危なかったわ。
あそこのオロチマルが何菓子のあのバフやったら危なかったな。青2個、黄色2個、赤に変換。これ先に発動しましょうか。先に発動していきまして、オッケー。そんでもって、肉積んで着地かみっている。そんでぶち割っていくスタイルというわけで、いやー強えわ。このパーティーマジで強い。で、爆弾よりロマンがあって、なんか、使ってて気持ちいいねんな。さあ、最大8個あり、レジェンド3回発動できました。合計。レジェンド3回発動はさすがにやばいわ。相手さん、29% ガード張りましたね。ただ弱体が 30% 入ってるんで、まあこれは、もうガードないようなもんなんで、与えるダメージ 30% アップと受けるダメージ 29% 軽減。実質、与えるダメージ 1% アップしている状態ですね。いかほどというわけで、クソ強い。なんじゃこれ。